6月22日土曜日宮城県に位置するスポーツランドスゴーで2024年スーパーフォーミュラ第3戦が開幕9時10分から90分間にわたって行われた土曜フリー走行では大湯都市機バーテックスパートナーズセルモインギングが最速タイムを記録したマエイクサオートポリスから5週間 戦いの舞台は一周3586メートル、最大標高差約70メートルのダイナミックなレイアウトを持つ東北随一のコース。ランキングはここまで第2戦優勝の牧野忠介、どこもチームダンデライオンレーシングが1位、開幕戦優勝の野尻智樹、チーム無限が2位という状況だが、両者は23ポイントで並んでいる。 3位以降もまだ差は少ない状況であり、ここ都合で誰が抜け出すのか、あるいは新たに大量ポイントを獲得してランキング上位へ顔を出すものが出現するのか、シリーズ中盤戦に向けた注目の一戦となる。予選の行われる土曜日は終日晴れ予報だが、決勝日の日曜には降雨も予期されており、 参戦する各陣営はドライからウエットに変わるコンディションに対応するという難しい状況に直面する可能性もある真夏を思わせる直射日光の下気温28度路面温度38度というコンディションで走行が始まる序盤最初に1分07秒台に入れて暫定トップに立ったのは坪井翔バンテリンチームトムズだ 開始15分過ぎ、1コーナーでジュジュ、TGM グランプリがオーバーシュートしてグラベルを走るが、無事コースへと復帰している。9時29分、大田角野心、どこもチームダンデライオンレーシングが馬のせいのブレーキングで止まりきれずにコースオフ、フロントからバリアにクラッシュし、赤旗が提示される。大田は自力でマシンを降りているが、 マシンはフロントノーズやサスペンションを中心にダメージを負ったようだ。場内放送の情報によれば、スロットルが戻らなくなったとのこと。9時40分にセッションは再開。折り返しとなる9時55分を前に、野尻が1分07秒956を記録してつぼいに次ぐに番手へと浮上してくる。さらに巻野がこのタイムを上回って2番手に、 セッション中盤には、気温は30度、路面温度は43度にまで上昇する中、山本直樹、ポノス中島レーシング、ガツボイのタイムに0.035秒差に迫る2番手へと浮上してきた。さらに野尻が1分07秒746と全体ベストを縮めると、直後にチームメイトの岩佐歩夢、チーム無限、が1分07秒250。 そして佐藤蓮、この中島レーシングが1分07秒063と、全体ベストタイムが続々と更新され、セッションは最後の30分へと入っていった。残り25分、坪井が1分6秒647と6秒台に入れ、佐藤から暫定トップの座を奪い返す。福住2例、キッズコムチーム KCMG。 大島和也、どこもビジネスルーキー、小高和と、近藤レーシング、ラモ自己ベストタイムを縮め、上位へと進出した。残り15分を前に、大湯が1分6秒301という全体ベストを記録。さらに山下健太、近藤レーシング、も1分6秒台に入れ、暫定3番手へとポジションを上げる。 予選を見据えたアタックシミュレーションは、残り10分を切ってから。まずは岩佐がセクター3、4で全体ベストを刻みながら、大湯に対して0.153秒と迫る2番手へ。残り4分を切って続々と各社がコースイン。小林かむい、キッズコムチーム KCMG はハイポイントコーナー立ち上がりでオーバーシュートを喫する。 チェッカーが提示される中、各社が続々と自己ベストを更新。暫定首位の大湯は1分6秒133とさらにタイムを縮め、このセッショントップの座を手にした。そして福住は最終アタックで2番手へとジャンプアップを果たしている。3番手以下は岩佐、山下、山本、坪井、笹原右京、バンテリンチームトムズ、 マキノと続くトップ8のオーダーとなった。今戦がスーパーフォーミュラデビューとなる平響き、イトチエネックスチームインパルは1分07秒613をマークして16番手。この他ルーキー勢では木村より、3アイゲンウィズビーマックスは19番手、ジュジュは20番手となっている。日曜日の決勝スターティンググリッドを決する予選は、 この後14時にスタートする予定だ。